クーパー500カウルを外したところ、クーパー500は、クーパーカーカンパニーが製作した最初のレース用車両である。後に、フォーミュラ3に公認された。車種は、フィアット500用を活用し、その前輪用リーフ式、サスペンションシステムを前後に配した。エンジンは、バイク用、レーシングエンジンとして、定評のあったジャップ製で、 ボアファイ80ストローク 99mm の単気筒オフ 497cc 圧縮比 14.045A 馬力 6000rpm エンジンをミッドシップに搭載した燃料はアルコールとニトルメタンの混合燃料でキャブレーターはアマル製潤滑ポンプはピルグリム製電化は BTH レーシングマグネットをクラッチはバーマン製乾式多ン トランスミッションはバーマン製4足。ホイールもフィアット500用そのままである。1946年7月28日に最初のレースとなるプレスコットヒルクライムに参加し惨めな結果に終わったが初期トラブルが解消するにつれてコースにより当時の2リットルクラスに被験する驚異的なタイムをマークするようになり大きな反響を得た。1947年の秋、 スポーツカーボディ、トライアン不正、直列に気筒エンジンに変更された、クーパー500スポーツが試作された。それ以外の点は、クーパー500と、ほとんど、変わりがない。ブライトンスピードトライアルに出場し、一時は、市販されるという噂が流れたが、市販されなかった。注文に応じるため、1947年10月に、クーパーカーズを、設立。 同時に第1機市販車、クーパー500マーク2、12台ロットの設計製作に入った。ホイールベースは 2159mm、トレッドは前線2 4 5 5194mm、車両重量は 236kg、ブレーキはロッキード製油圧式8イン系ドラムブレーキ、ロアアームは交換ウィッシュボーンに変更されている。 ホイールは15インで、マグネシウム合金ホイールを採用した。1948年5月9日、当時18歳であったスターリングモスが彼にとって、最初のレースとなった、プレスコットヒルクライムに、クーパー500マーク2で出場、クラス優勝した。この他、クーパー500愛好者の中からは、ピーター・コリンズ、アイバ・ビュエブ、スチュワート・ルイス・エバンズ、ハリー・シェル、 ニニアン・サンダーソンなど数々の第一級ドライバーが育っていった。1949年シーズン用にはクーパー500マーク3が用意された。エンジンは HRD またはジャップ C996ccV 型に気筒オフエンジンが選択できるようになった。HRDC996ccV 型に気筒エンジンはビンセントモーターサイクルの ブラックシャドウに搭載されていたのと同型で、当時愛好家水園の名機として知られ、スプリント用の究極のセッティングでは、圧縮比15で 85A 馬力、6800rpm を発揮したという。クーパー5 0 0ク4では、ジャップ製 1097cc、圧縮比14、95A 馬力、6000rpm エンジンが選択できるようになった。1950年には、 フォーミュラ3マシンとして国際自動車連盟に承認されたが、あまりにもクーパー独占レースが多いためフォーミュラ3は1958年に廃止されてしまった。例えば1958年は全18レースで優勝し、12レースで表彰台を独占している。1951年に出たクーパー500マーク V からボディが洗練され、全パネルが脱着可能となった。 ステアリングがラックピニオン式となり、これは 500cc クラスでは最初のことである。クーパー500マーク6以後はフレームが4本の縦通りパイプを主構造材とする多交換方式を取った。またリアアップライトとファイナルドライブハウジングにマグネシウム鋳造品を採用した。1955年のクーパー500マーク9では車子がよりスペースフレーム的になり、交換は ファイ 38mm、厚さ 1.2mm になっている。この頃は、ジャップ製よりもエンジン出力では劣るもののはるかに、耐久性に優れたノートン製のボアファイン 79mm、ストローク 99mm で 499cc、48A 馬力、6000rpm エンジンを積むことが多くなっていた。 当時特定のグランプリでは、台数確保のため混装が許されており、このマシンは、プライベーターの手により、フォーミュラ1初年度のモナコ GP に参戦している。結局クーパー500はマーク X まで、約400台が製作され、その期間に一貫して、同級のライバルを圧倒的な成績で打ち負かした。ありがとうございます。